俺だこんにちは。神田です。本日は、えー、昨日の、まあ、レノファと対戦した、まあ、千葉戦で、まあ、レノファがなぜ、まあ、得点が取れないのかを、まあ、神田なりに、まあ、解説、まあ、解説じゃないな、こうちょっと説明を、 しようかなと思って動画をね、上げさせてもらいます。まあ前回の動画とかでも言ってると思うんですけども、ファイブレーン。まあ渡辺監督はファイブゾーンと言ってるんですけども、レノファはこのゾーンをね、うまく、まあ使えてないと言ったら大げさですけども、まあブレーンの決まりごとを、まあちょっと簡単に説明させてもらいますと、 ハーフスペース。センターは8方向。360度の視野の方向の確保を意識すること。両アウトサイド、両ウィングバックは5方向の180度の視野を意識すること。 ファイブレーンではセンターからボールを受けるとゴールをまあ背にすることになりゴールをね視野に入れれないので攻撃的なプレーにつながりにくいからまあ禁止されてますそこでハーフスペースの登場ですハーフスペースからボールを受けると まあ、ゴールまでの視野が入らないけども、より攻撃的なプレーにつながります。逆に、今度は、ハーフスペースでボールを受けると、ゴールも視野に入りながら、より攻撃的なプレーにまあつながるという。前の動画の復習ですが、 ファイブレーンの立ち位置は一列前の選手と同じレーンに並ぶのは禁止です。なぜかというと、鋭角な三角形になってしまうから、ディフェンス一人で二つのね、パスコースを防げてしまうからです。で全体でも、 三角形を作ることを意識して、まあ、ちょっと見にくいんですけども、青いね、えー、ペンで三角形を作ってるんですけども、こういったね、立ち位置を決めて、パスをね、つながりやすく三角形を作って、数的優位を作っていきましょうというのがね、現代サッカーで、で、攻撃の時は、本当にこの、ダブル G、 MG を意識することを大切にしましょう。ということをね、えー、まあ、レノファー。まあ、渡辺監督の戦術。これをね、もっと細かくしたことを、まあ、やっているんですけども、なかなかね、この形が、えー、取れてない。作れてないんじゃないのかなと、えー、神田はね、思っております。 レノファが、まあ、なぜ、まあ、点を取れないかというと、まあ、4-4-2の時は、ボランチ1枚がディフェンスラインに落ちてきて、まあ、ビルドアップに加わって、両サイドバックが高い位置を、 取るか、もしくは、中に入ってきて、えー、ポゼッションに加わるっていうのをね、えー、やっていたんですけども、J2 のチームが、前からね、ガンガンに、プレスをかけてくるチームが多いので、 まあ渡辺監督は、ま、驚いたはず。そうすると、ボランチが1枚落ちて、ビルドアップに加わっているので、中盤の枚数が3枚、ここのね、えー、両サイドハーフが高い位置を取っている場合は、ま、3枚しかいないので、ま、ポゼッションしたくても、相手のプロ、プレースがきつすぎて、 できない3、4、1、2にシステムを変えて、まあ、トップ下に入る選手に制限をかけなくて、まあ、自由にさせることによって、相手のボランチの 脇のハーフスペースでボールを受けさせて、まあ、レノファのツートップの一人は落ちてくる。もう一人は裏に飛び出していく。っていうことを決め事でやっていた。落ちてくる選手に、えー、相手ディフェンダーが食いついていけば、 裏に出せばいいですし、食いつけないのであれば、預けて自分がり、えー、飛び出していく。もしくは、受けた選手が前を向いてドリブルで運んでいく。前半、給水タイムまでは、こう、レノファの狙い通りの攻撃ができていた。えー、給水タイム後に、ユン・ジョーファン監督は、 小島選手に、池上選手に、マンツーマンで、つけと。多分、指示が出たはず。そうすると、10、えー、に動いていたんですけども、ワンツーマンでディフェンスに疲れてるので、なかなかマークを外すことができず、ハーフスペースでボールを受けれない、 田中選手は、池上選手に出せない、プレスがきつくなる、味方同士の距離が遠くなる、そして、えー、前日でも言ったけど、池上選手に田中選手が出せないので、 センターからボールをトップに当ててしまう。けども、これは5レーンのルールで禁止されていること。センターからボールを受けると、ゴールを背にすることになるので、ゴールを視野に入れれないので、攻撃的なプレーにつながりにくくなる。なので、 レノファはなかなか点が入らないというか、攻撃の形が作れないということが、ま、昨日の千葉戦で起こったことかなと。昨日の試合なら、もう0-1で負けているんだから、ま、2点取られても負けは負けだから、もう1点ね、取り入った方がいいんじゃないのかなと神田は思うんですけども、 そのまま352で両サイドをもう高い位置取らせてボランチを1枚にしてインサイドハーフを2枚にしてレノファのツートップのまあ立ち位置によってここのインサイドハーフが入ってきて抜けていけばいいと思うんですよねここのバイタルエリアに 千葉の5バックに対して、レノファが6枚で数的優位を作れるし、攻撃に圧力をかけれて、枚数ね、かけれると思うんですけども、まああくまでもね、神田が勝手に言ってることなんですけども、で、浮田選手なんかは、どう考えても1対1を仕掛けていくタイプじゃないので、 それなら、高い位置も取らせて、空いたスペースに、ここ、飛び込んでいって、シュート、生かしたらいいと思うんですよね。シュートセンス抜群なので。で、守備が気になるって言うんですけども、相手最後3枚しかいないので、4枚残しとければ、レノファさすがに対応できると思うんですよね。なら、こういうところの枚数増やして、ボール持たして、次から次へと、ここのバイタルエリア。 に侵入しないと、やっぱり攻撃のチャンスが本当に生まれないなと思ったので、ちょっとね、今日は本当に、え言いたいことを言わせてもらいましたが、またね、こう、神田何言ってんだって思う方がいるかもしれませんが、まあ、シュートチャンス、得点チャンスが増えるんじゃないのかなと思ってお伝えさせていただきました。え、日曜日がアウェイ、金沢戦ですので、 もうまずはね、連敗しないように、勝ち点1でもいいから、えー、持ち帰ってきてもらいたいなと思います。最後までいつも動画を見ていただきありがとうございます。それでは、また